はい、どうも、ワンマンエリックです。さあ、前回はですね、地図で見せますと、はい、自分はね、ここにいます。ヨスガシティ。ヨスガシティの、に至るまでのルートとして、白帯からね、白帯から206番を通って、207、天眼山を通って、208番に至っております。さてですね、字幕の通り、コンテスト会場へ行ってみましょう。さて。さあ、ただいまの時刻は、2021年1月1日の元旦のね、19時59分でございます。お大好きクラブ、おーここか、どこだっけ、まあ細かい田んぼはまた今度にして、あーここはもしや、あメリッサさんいないのかな、また出た、これアニポテでもこういうのあったやな、まあ、昔やってる人は分かるけど、おすげえ、ちょっと聞いてみますか、モグラさん男に。だそうです。ではコンテストの会場行ってみましょう。問題のね、どこだ。あ、いた。あれもしや、何してんですか。え？はい？何言ってんの。だよ。そんなことはいいので会場へお邪魔します。お、主人公のママがいる彩子さん、おお。はい、ありがとうございます。こっちもです。いや、まだ出るなんて言ってない。あ、 ありがとう。あれ誰だ。オフィンフェイケースか。おお。オフィンケースか。誰が持ってんだっけ。おー、こんな会場か。まあいいや、これは別の機会でやってみましょう。まずね、全クリを最優先にしたいのでね、ここは割愛とさせていただきます。申し訳ございません。これが会場。
回もあるみたいです。もう、あ、練習か。練習はいや、また別の機会で、さっきも言ったけど。ポフィンファース、あー、ヨスガシティの中、市内にあるってことですかね。受付か、いやしません。ここは割愛、さっきも言ったけど。まだ出ません。パフォーマーに選ばれたら写真を飾ってもらえる。じゃあそこ行ってみますか。ポフィンを作ってるポフィンハウス。さあ、これは行くか。あれ、あー、あれか、あの方いた、水木さん。わかりました。今は貼りませんけど。さーて、おう、まあ、散歩はまた別の機会で行きましょう。お、ふれあい広場、あー、あれか。あと裏側はないか、四つ側の。ありがとうございます。静かな感じ。
ね、静かだね。ありました、これか。聞いておきましょう。レア広場でもできます。へえ、レア広場ってどこ。ああ、そこか。もしや、しようか。この方はもしやね、あ、大丈夫か。確かに他のポケモン連れ歩いてるとね、先頭にいるとお断りされちゃうっていうのがあったよな。なんかやったことある人は分かってると思いますけど。おお、これ夏木状態を確認ができるお姉さんですね。はい、オフィンが大事。はい、ありがとうございます。あんまりオタクのように言っちゃうとね、嫌われちゃいますからね。まあそうじゃない人もいますけども。さあで、ちょっと買い物しますか。まあさすがに高額だ。はい、これはいいや。地下洞窟はまた別の機会にして。トバリか。
さって探索はしてるんだけど、優しい街っていうことでしょうかね。まあ正解はないですけど、なんかアド街みたいな感じですね。さてどうなるの次。あれ？いや、こっちだよ。はいはい、せっかちだからな。さあ、もう来たね。と思ったらバックをもらい、うわー、やられたらこうするしかないね。はい、しっかり。どこがですか？これにしてやろう。ドーン！はい、終わった。はい、ご承知の通り、バックを来。ウクバの発射を来。その権利がつきます。
とどめだ。ダーン。はい、ご乗車ありがとうございました。お忘れないでご注意くださいって言うなよ。森まだいたか。失礼いたしました。だからもうこうでしょう。はい、マイステリーしちゃうな。あー、あれかさ、でも終わっちゃうね。とどめ。はい、ご乗車ありがとうございました。こらこら。とばり、おお。もしあれか。とばりね。その前に回復です。はい、ありがとうございます。こちらこそ。すでに来ました。あー、もうこれね、さっきも言ってたあれか、本動画内の中で言ってたあれですね。へへふざけんなってね、ガチ切れしちゃうかもしれない人も出るね。あー、あれか。さて、じゃあ、一旦レポート書いて確認しましょう。収録日時はご覧の通りです。で、タームアップ見て、ただいま自分がいるのはヨスガシティでございます。で、ここからトバリを目指すには209番ズイタン経由で210番カフェ山小屋へ。あー、あれか、210番って、あー、で210番を通って215番道路経由で、これいつでも雨、大雨が降り続いている。ここに集まるのは雨にも負けない無滅法なトレーナーばかりな集合体ですかね。はい、ここを目指します。トバリへ。はい、卵、これもしや、まあ、いや、何かお楽しみなのでやってみましょう。ああ、宇津木博士だ。ああ、理科、卵の研究の。ああ。石の塔。ああ、石の塔って。石の塔って、あー、 この辺りかな、おそらく石の塔ってやつって、おそらくこの辺りのあれかな。
まあ行ってみればもう楽しみなので、オープンリーダーか。あー感情か。ダーン！やられた。あとでやるぞ。はい、ご乗車ありがとうございました。こらこらこら。さあ、点検。HP よし。さあ、そろそろ。電車降りますか。あ、足を使って。はまだもらってないな。まあ、いや、どっかで探してみよう。わかる人はコメント欄で教えてください。まあ、ところでボロい釣竿ってどこでもらえたっけ、わかんなかった。わかんないな。まあ、わかってる人はコメント欄で教えてください。ありがとうございます。
ちょっと食べてみましょう。あ、この双子ちゃんもしや。いやいやいや。わっちゃねー。あー、そういうのでやって終わりだね。すばらしい。行けるところってなんだこれ。あ、いた。ピカチュウの着物を着ぐるみに抱こう。まあ、どっかで思い浮かべるな。なんかフィギュアスケーター、ポーチフィギュアスケーターのね、なんか思い浮かべるね。あ、ピカチュウか。まあ、これは無理だろ。そりゃ無理。まあ、こらいい。しゃお、女の子ピカチュウか。まあ、こっちか。これはこんなワイやられたですが、容赦しません。はい、終わった。一コロ。さあ、急ぎましょう。今ただいまいるのはね、ちょっと今209番道路だから、まず随端へちょっと急ぎましょう。ちょっと時間が押してるのでね。なんか怪しい。何を待ってんだ。さあ、もう速攻秒殺でね、倒していきましょう。バブル光線。ちょっと尺的、この動画のね、時間がちょっと尺的にちょっと押してるっていうことでね、ちょっと急いでるだけです。もうお察しいただいてる方はよろしいですけど、もうそろそろ時間ですのでね。ツイッター月次第、今回の動画はここまでとさせていただきます。ここまでのご視聴ありがとうございます。あとチャンネル登録やね、ツイッターのフォローやプラスイチャンネルにもね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと他のね、関連動画のご視聴の方も合わせてよろしくお願いいたします。
駆け足でね秒殺していきましょう。はい、ありがとうございました。秒殺していきましょう。あれか、ギャラドスのことかな。あ、これはまた別の機械にとして、小さなキノコ、へえ、ああ、まあ、それはいい。もうボスがいるな、なんだ。飛ばしはしましょう。あ、飛ばしてる。あ、絶対歩いてないから。あ、逃げるにしましょう。飛ばせるポケモン連れてきてないので。ケアします。ちょっと時間がね、再生時間がもうお察しの通り40分に差し掛かろうとしてますのでね、ちょっと急ぎます。まあこれは別の機械だな。あれか、画面右上のあれか。あ、よし、もうちょっとくれちゃおう、くれちゃおう。しゃあない。第1位標高突破。わあ、もう40分超えてんな。
い、ご乗車ありがとうございました。こらこら、あ、ちょっと時間がないので、いや、またね、次回の動画でまた来ましょう。ここはさあ、急いで大至急、では改めまして、ここまでのご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。